経済能力の高い乳牛及び肉牛の牛群整備について研究しています。私の研究室では経済能力の高い乳牛及び肉牛を効率的に生産するために能力評価値、ゲノミック評価値、性選別性器及び受精卵移植技術の有効活用について学生たちが実務的に学びながら研究しています。また家畜繁殖技術に関する専門知識や技術の習得により家畜人工授精師、酪農・肉牛の経営者、畜産関係機関の職員などの職業につながります。本学肉畜生産ステーションの肉牛農場は黒毛和種81頭、日本短角種13頭、合計94頭の肉用牛を使用しており、学生と教職員が協力し合い、日々の使用管理を行っている唯一の農場です。このような肉牛農場にて、哺乳子牛の栄養管理、肉用肥育牛へのエコフィード給与など、可能な限り輸入穀物飼料に頼らない使用管理マニュアルの構築や肉用牛の放牧に関する研究を行っています。また酪農家、肉牛農家の方々が必要とする技術開発について学生と一緒に取り組んでいます。本学のキャンパスには酪農、肉牛農場があります。そして大学近隣にも教育や研究に協力していただける農家や関係機関も多く、とても良い環境で研究に取り組むことができます。今後も酪農家、肉牛農家の方々が必要とする技術開発や繁殖技術を有効活用した牛群整備プログラムの構築について学生と一緒に取り組んで農家の方々に貢献していきたいと思います。